んにちは。生物基礎、今回は生態系のバランスと保全です。生態系は撹乱されて常に変動しています。しかし元に戻ろうとする復元力があります。それでも復元力を超える撹乱では別の生態系となってしまいます。森林では倒木や小規模な山火事など小規模な撹乱が生じた場合には復元力で元の生態系に復元します。しかし火山の噴火のような大規模な撹乱が生じた場合は溶岩に覆われるなど土壌が失われた別の生態系になります。河川では生活排水など汚水の流入で撹乱されることがあります。その時の生物の個体数など生態系の変化を見てみましょう。細菌が有機物を取り込み急激に増加します。すると細菌を捕食する原生動物が増加します。そして細菌は捕食されて減少します。アンモニウムイオンが増加すると藻類が増加します。すると光合成によって酸素が増加しアンモニウムイオンが減少します。アンモニウムイオンが減少すると藻類も減少します。細菌が有機物を取り込み急激に増加すると呼吸によって酸素が減少しアンモニウムイオンが増加します。細菌を捕食する原生動物が増加すると細菌は捕食されて減少します。アンモニウムイオンが増加すると藻類が増加しますが光合成によって酸素が増加しアンモニウムイオンが減少します。アンモニウムイオンが減少すると藻類も減少します。生物の個体数や物質の濃度は汚水流入前に近づきます。このように生態系が撹乱を受けてもその変動が一定の範囲内であれば復元力が働いて元の状態に戻ります。泥や岩などへの吸着や沈殿、多量の水による希釈、微生物による分解などで水中の汚濁物質の量が減少することを自然浄化と言います。汚濁物質の量が少ないうちは自然浄化で減少します。しかし自然浄化の範囲を超える量の汚濁物質が流入した場合は流れ込んだ物質が蓄積し水質が悪化します。自然浄化の範囲を超える量の産業排水や生活排水が流入した場合有機物や窒素、リンが川や海に蓄積して不栄養化が進みます。すると水面近くで生活する植物プランクトンが異常に増殖することがあります。表面が赤褐色になる現象が赤潮と呼ばれるものです。水に含まれる酸素の量が減少し特定の生物が増加したり死んだり生態系に影響します。アオコと呼ばれる表面が青緑色になる現象も見られます。また種の多様性が生態系のバランスに影響します。種の多様性が高いと食物連鎖が複雑になり変化の影響が少なくなります。しかし種の多様性が低い場合は単純な食物連鎖となり変化の影響が大きくなります。生態系は撹乱されて常に変動しています。しかし元に戻ろうとする復元力があります。種の多様性は生態系のバランスに影響することが考えられます。